はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の微分係数と導関数丸3をお送りします。で、このタイトル3本目で、一応このタイトル最後で、次回から接線に変わるんですけど、で、一番最後はですね、今まで取り上げてない問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は両方とも3次関数、次の条件をね、満たす3次関数 fx を求めに行きます。で、これ両方に一応共通してることなんですけど、3次関数求めろって言われたら、基本的にね、 fx イコール3次関数なんで、ほにゃらら x3 乗、ほにゃらら x2 乗、ほにゃらら x プラスほにゃらみたいな風に続くの。だから、まず ax3 乗プラス bx2 乗プラス cx プラス d って4つの文字を使ってこう置くのがオーソドックスなやり方です。基本的には。なんだけど、1番に関しては、x3 乗の係数が1って言ってくれてるんで、ここ1なんだよね、A は。だからわざわざ置かなくていい。分かってるから。つまり、1番解くんだったら、fx イコール、最初は x3 乗でも OK ね。で、一応どうしようか。あれに合わせたいから、ちょっと A なくなっちゃうけど、普通に A って置いていいんだよ。置いていいんだけど、ちょっと合わせるためにこれでいこうか。bx2 乗。cx プラス d こうやって置きます。で、問題の中にもあるように f ダッシュが出てきます。微分係数、微分したものね。だからこれ微分したものも書きましょう。 f ダッシュ x で、これはもう前回やってるね、肩の数字が出てきて肩が1個減ると2が出てきます。だから 2b で1個減るから x で、 x さんも消えるって覚えちゃっていいので c が残ります。これが微分係数です。で、あとは入れるだけっていうね、ここから。もう準備整ったので、まず F1 が2です。で、これは F ね、こっち、ダッシュじゃないからね、上の方の X に1を入れてるんです、F1。だから全部に1を入れてください。そうすると、1を入れるから1です。プラス1を入れるから B。1を入れるから C。プラス D。イコールそれが2になるから2になります。次 F-1 が -2 です。だから X のとこに -1 を入れます。そうするとここ -1、 2乗してもね戻るからプラス B、 ここは -C でプラス D イコールそれが -2 です。で、ラスト F-1 です。つまり今度はこっちに入れます、 F'。でもやり方は同じ。X のとこに -1 を入れればいいから、入れてください、2箇所。で、入れると、3-2b プラス c イコール0か。これをあと解くだけです。で、基本的には、ここが b と c だけになってるので、ここから b と c だけにする。d 消しに行こうぜっていうのがオーソドックスです。BC の式を作って連立して B と C から片付けると。で、それをどっかに代入して D を求めるっていうのが流れなんですけど、実はここの2つ引き算すると B と D 一瞬で消えるんだよね。なのでちょっとね、ここからいきましょうか。ここを引き算します。そうすると上から下引くと、ここ2が残って、でもあの書かなくてごめんね、暗算で申し訳ないけど、引くと2が残って B 消えるでしょ。プラス 2CD 消えます。イコール4。だからあとこれ解いて、C イコール持ってくれば1か。で、C 出てきました。で、C が出てきたんで、あともうね、崩すだけ。ここに1入れます。そうすると、1だから3たす1で4。持ってきてマイナス4だから、B は2になります。で、B と C が出たので、どっちでもいいです。ちょ、上入れようか。ここに入れると、B たす C で3になるね。1も含めると4になる。持ってくれば D イコールマイナス2になります。なので、こういう答えじゃないからね、ちゃんと式を求めなきゃいけないから、最後下入るから fx イコール、最初はね1なんで x3 乗です。
で、bx 二乗って置いてるので、b プラス 2x 二乗。次 c だね。自分で置いたんだけど、a がないからちょっと分かんなくなってくるね。で最後 d がマイナス2なんで、マイナス2と。これで OK でございます。あ、下切れたね。ちょっとあれか、答えが。まあ、あれか、下げよっか。ちょっと下げるよ。ごめんね。これで見える。よいしょ、見えるな。OK ね。といった感じ。あーっとしてる。では、その2番いきましょう。で、こっちはですね、ちょっと変わってて、fx プラス xf'x。まあ、x と f'x かけてる感じ。で、イコール 4x3 乗マイナス 9x2 乗プラス 6x プラス1となってます。で、こっちは、このね、何かの係数がいくつって書いてくれてないので、このオーソドックスな置き方でいきます。で、多分入るよね。いけるかな ?2 番。なので、こっちは、f'x を、間違った。ax3 乗プラス bx2 乗プラス cx プラス d と。こう置いてください。で、ここにも f'x が出てきているので、微分します。f'x イコール 3ax2 乗。3出てきて1個減るからね。で、プラス 2bx プラス c と。いいね。これが微分したもの。で、これに関しても左辺勝負です。左辺がどうなるかっていう。で、これですね、ちょっと口で説明しちゃいますけど、実はすごい簡単で、これ左辺イコールここね、これって fx こいつ足す f'x これに x をかけたものを足してるので、で今ちょっとごめん口で申し訳ないんですけど、この f'x に x をかけます。だから単純に x3 乗 x2 乗 x になるだけです。 x かけてるからね。でそれを足せばいい。でそうすると何が起こるかっていうと、ここ x3 乗だと 3ax3 乗でしょ。元々こっち ax3 乗だから a と 3a 足せるんだよね。x3 乗で揃うから。だから足すと 4ax3 乗になるんです。これ全部で起こってて、これも x2 乗になるから足せるの。つまり 3bx2 乗で cx になるから足せて 2cx で、もともと d いるから上には d となります。これが左辺で、あとは係数比べるだけです。なぜならこっちの式が今これなんです。で右辺これでしょ、一致します。ってことは x3 乗と x3 乗にくっついてこの係数は同じです。だから 4a ここねは4にならなきゃいけない。 c 次 3b です。 x2 乗にくっついてる 3b はマイナス9にならなきゃいけないんです。 x2 乗だから同じ。次 2c です。 2c は6になんなきゃいけないし、最後の d に関してはもろ1になんなきゃいけないとね、これをなんなきゃいけない。あと全部解きます。1個ずつ。だってこれ計算したら、普通に4で割るだけだから、a イコール1。で、ちょっとこっちに書くね。答えここに書きたいんで。で、これ3で割れば、b イコールマイナス3。で、c イコール3。で、ちょっと d も書いとこうか。d イコール1と。ね、これ解くだけです。で、もう数字出たからさっきと同じで最後に戻すと。つまり、fx。イコール最初1なので x3 乗次3あマイナス3かマイナス 3x2 乗で次プラス 3x プラス1と。これで OK となります。だから両方ともひとまずね fx をちゃんと置くと。で微分した f'x を使って、あとはちょっと解き方ね若干やることは違いますけど、まあ、同じように置いて始めて解いてみてください。いいかな。では今回は高校数学数2の微分係数と導関数丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも話しましたが、このタイトルねこれで最後になって、次回から接点やっていきます。
でもまた微分とかたくさんね使っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。